ホリエモンチャンネル、皆様、バーホリエモンチャンネルに、ようこそ、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということでバーホリエモンチャンネル、本日はどんなお客様がいらしていただけるのでしょうか。はい、バーホリエモンチャンネル開店です。彼女と2人で枯葉を噛むっていう、そうガシガシ噛むの、あなたと2人っていうフレーズがいっぱい出てくるんですけど、噛むんです。むしゃむしゃ枯葉を噛む、ガシガシ噛むの、ガシガシ、あなたと2人っていうフレーズが全然何も思い浮かばないんですよいやもうそれがでもそれを朗読するんですよ。はい、でしかもそれをトーナメント形式で勝ち上がっていくっていう、もう会場が異様な熱気に包まれるんですよ。ちなみにそれは何人ぐらい集まるイメージ？それはね、まあ、50人ぐらいのライブハウスでやったら一瞬で売り切れるんですよ。とかもうやってないんですか？あのね、もうそう、大体僕もやり捨てで終わっちゃうんですよ。あ、継続しないんだ。うん、リアル脱出ゲームだけはまあ長すぎしましたけど、うん、でもその乙女チックポエムナイトっていうイベント毎月やるのもなんかおかしくないですか？まあ、やるなら半年で。でも速乾したってすごいですよね。まあまあ、いやだから面倒くさいじゃないですか。なんか新しいのこう立ち上げていくのって。いやまあそうなんですけど、でもフリーペーパー自体が毎号まあ新しい企画と思ってたから、うん、どんどん走ってて、だからロマンチックリスーナイトっていうのもやって、はい、これもすごい当たったんですけど。ロマンチックリスーナイト。でこれ僕はあの理系の男の子に、うん、あの。量子論の説明とかしてもらうとすごい熱く語ってくれるじゃないですか。はい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 、全然わかんないから。でもそれ、はい、もうその君の様子を見せれば合コンでモテるんじゃないかと思って、うんうん、でこのかっこいい理系男子ってまあパッと見そんなおしゃれでもないし、はいはいはい、トークも上手じゃないんだけど、この子たちに熱く理数の自分の定理や法則を説明させて、うん、それをこう文系女子に見せてモテさせようと思ったんですよ。うん、どうでした？いやこれもむちゃくちゃ盛り上がりまして、はい、モテました。まあ、それは分かんないけどまあともあれ、そんなイベントを、まあ、毎月いろいろやってるじゃん。もちろん外したイベントも山ほどあるんだけど、うん、そんなのやってるうちにパッと思いついた1個がリアル脱出ゲーム。外したイベントってどれぐらいなんですか？人ゼロとか。ゼロ1回なんか調子乗ってなんか結構イベント何人か人来るから漫画ナイトっていうのをやろうって言って、うん、でそれはもう自分たちの好きな漫画を持ち寄って、はい、であのこの漫画ここがいいんだよみたいなことを言うイベントですみたいな告知をなんかフリーペーパーもちょろっと出して、うん、まあ30人ぐらい来るかなと思ったらゼロで、あ、こういうメジャーなものを扱うことを求められてないんだなと思ってみたいな。でしかもこう漫画ナイトだったら友達同士で普段やってることだけど、うん、ロマンチックリスナイトは友達だけ集めたってできないから、まあ、絶対無理ですよね。だからそういう仕掛けを作れっていう。でもしかもこうリスーナイトも、うん、こうポエムのやつも、うん、普段こうみんながね出したくても出せてない、そうそうそう、内に秘めてるものを解放できる場所っていうのが良さそうですよね。ロマンチックポエムナイト、ポエムじゃなくて俺リスーナイトすげえいいな。ロマンチックリスーナイトやります。もうあれ3年ぐらい前なんで前やったの。俺も久しぶりにもう一回やって、またやってほしいな。あ、でも審査員にちょうどいいですね私ポエムナイトがいいな。じゃあやってください。じゃあそれやってくださいどうぞ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 やってください。運営サイド、はい、いや全然運営サイドやればいいじゃないですか、うん、僕はあのリスーナイトやるんで。あ、そうですね。じゃあちょっとあのここでなんかそれなんかサブカルイベントチーム作りましょう。そうですね本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました加藤孝雄様プロデュースのリアル脱出ゲーム、全世界で参加者を熱狂の渦に巻き込んでいる体験型エンターテインメントです。日本国内でも各地で開催しています。ぜひ体験してみてください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。それぞれの気持ちとたくさんの思い詰め込む。メルマガの登録はこちら YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよマラソンだよ。